今回自閉症の子の、フローラ移植をやりましたので、移植自体は半田先生にお願いしたんですね。まあ、その辺の経緯とかも含めて、お話をさせていただこうかと思います。ちょっと見えづらいですね。どうしたらいいか。あそこ気づかない。まあ、背景としては、自閉症患児における腸内環境における研究では一般に患児だ菌等の心筋の異常増殖を認めることが多いとされています。で、健常時に比べると、ディスバイオシスを伴う確率が高いと考えられています。で、また以前より提唱されてきた腸脳相関あるいは脳腸相関という概念よりむしろ腸内細菌腸脳の相関という言葉に表されるように、腸内細菌は腸管における免疫細胞や、無数の感覚受容体と共に密接に情報の浄化を行っていることが明らかになってきており、とりわけ腸内細菌と脳との情報のやり取りが、昨今注目されています。で、今回自閉症児に対する UBFMT を経験したので、報告させていただきます。それ5歳男児、顕微歴ですが、目が合わない、一人遊びが多い、衝動性が目立つ、コミュニケーションがうまくできない、他人に興味がない、動作模倣ができない等の症状あり、4歳児の時点で発達診断を受けられていて、2歳程度の発達、DQ スコア50、100が、その年相応ということです。ちょうど半分の診断を、受けている方です。で、排便は、もう生まれてからずっと軟便下痢傾向がある。リストルスケールでいうとタイプ6あたり、で、お母さんがいろいろ栄養療法されている方で、乳酸菌で少し、便通が良くなるかなという、こともあって、その時に少し指示が通りやすくなったということで腸内環境改善を目的として、来院されました。で、身長は、102cm、体重15kg、体温 36.3 度、目の下にクマがあって、まあ、アレルギーを疑わせるような、願望です。で、口呼吸、ですね。で、あとは視線が合いにくい、座って診察を受けられず、私の診察の机の上のものを片っ端から触るというようなことでした、初診の時。検査所見ですが、まあ、MCV も低くて、まあ、欠乏性貧血を疑わすような、所見でした。フェリチン58ということでしたが、まあ、潜在的に欠乏あるであろうと。あと同亜鉛バランスなんかもやはり同有意の、数値で、あとトータルプロテインも低め、一応いろいろ勉強されているお母さんで、できるだけ、糖質を減らすというようなことはされてたんだけど、どこまでやれば本当にいいのかいろいろ迷ってらっしゃったので、まあこのデータをお見せして、やっぱり糖質のやっぱり取りすぎかなという話もちょっとさせていただきました。で、うちで取り入れているこの尿中有機酸検査を、まあ、いきなりその移植ということをご希望はされてなかったので、まずうちでできることは何だろうということで、まずじゃあ腸内環境の分かる、尿中有機酸検査という検査があるのでやってみようかということでやっていただいたらですね、一般的に我々このアラビノースという値が高いと、腸内環境が悪い、特にその心筋の中でもカンジダの異常増殖を疑うということで、することが多いんですが、この方は、まあ、アラビノース以外にも心筋マーカーがかなり高いということで、かなりカンジダを含む心筋の問題があるんじゃないかということをお話しさせていただきました。で、まずは、まあ、処方薬を出したんですね。もともとお母さんが独自に栄養療法の情報を収集し、グルテンフリー、カゼンフリーはある程度実践されていました。で、サプリメントいろいろ試してこられたが、生来、軟便傾向が続いていたと。で、うちの方で、ビオスリーとタフマックを、開始したら、比較的早いうちから便通が良くなってきた、固形便が出てきて、タイプ4ぐらいが出てきたと。で、それに伴い周囲とのコミュニケーションが改善してきたとご両親がおっしゃったと。で、癇癪持ちだったのが改善傾向にあると。で、両親は腸内環境と自閉症状との密接な関係を目の当たりにし、早期の根本的な腸内環境改善目的で腸内フローラ移植を希望された。移植するんだったら、まあ、思春期までが、
いいんじゃないっていう話をちらっとしてたんですね。それがすごく耳に残ってたみたいで、そしたらできるだけ早くやりたいのでお願いしますと、ちょっとこっちもあの面食らったところだったんですが、申し込みをされたと。でまあ、初診の時にもうかなり衝動性が高くて、私のクリニックではなかなかちょっと対応できないかなとかいう印象があったので、あの春名先生にちょっとお願いして、移植に関しては春名先生のところでやっていただきました。昨年の10月から、1、2週間に1回ペースぐらいで、やっていただきました。で2回目移植より目が合うようになり、衝動性多動性の改善を認めた、両親の指示が通りやすくなってきたというふうにおっしゃいました。で1回目を押さえつけてあの移植をしたそうなんですが、2回目以降はもう素直に、横になって、あの特にトラブルなく移植ができたということです。で、途中経過を見させていただくためにうちに来院された時も座って診察を受けられるようになってたので、まあちょっとあのかなり変わった印象が、変化された印象がありました。ただ、認知機能には大きな変化を認めなかったんですね。でこのあたりのこともまあ認知機能の評価ってちょっと私、まあ、これご両親のお言葉で、ここ書いてるんですけど、確かに言葉とか発語の、2語文とかぐらいしかやっぱり出てないので、認知機能はそんなに大きく変わってないのかなという印象はあります。これ、客観的な評価はちょっとできてないんですが、まあ、印象としてはあまり認めていなかった。でこのあたりのところをご両親はもうちょっと上げたいなというようなことをおっしゃってます。で、これ腸内フローラ検査ビフォーアフターです。これも清水さんの言葉をそのままここ、ペーストしてるんですが、クロストの11だからこの赤色ですよね、はい、これが減少し、これ読めないね脳の指令に関する組織の炎症の収まりが推測されています。同時にこれまでビフィズス菌に頼るしかなかった頭体者かっこ脳におけるがプレボテラ属の出現により助けられる脳の頭が行き渡るようになっているはずです。脳の神経系統が正常化するには内臓と比べ時間がかかりますが、症状は改善傾向に向かうと期待します。ということで、これ結果が返ってきたのがつい最近で、まだご両親にはこの結果をまだご報告できてないんですが、まあご両親はですね、まあ有機酸検査でクロストリジウムが結構多いと、だからそれをなんか叩きたいと、抗生剤で叩いて次の移植をしたいみたいなことをおっしゃってるんですが、そんな余計なことしない方がいいんじゃないかなというふうに私はお話をしています。で今度まあこれもお見せして、ちょっと時間かかるかもしれないけど、もう少し経過観察っていうのも一つとしてのオプションかなと。で今6回住んで7回目をしたいというふうな話をされてるんですが、まあ、それももう少しよくお話をしてみようと思ってます。で、これ前の総会の時にも出した、図なんですが、腸内細菌腸脳相関ということで、まあ、腸内の細菌が、腸上皮の内分泌細胞にも直接働きかけたりとか、あるいは細菌自身が、神経伝達物質の前駆物質を産生したりとか、さまざまな形で脳と、インタラクションを持っていると、神経系では特に迷走神経を中心に情報のやり取りをやっているということが最近の研究で非常によく分かってきたと。で特にそのセロトニン、ドーパミン、ギャバなどのこう神経伝達物質が、まあ、腸内細菌で、非常に作用されると、あるいは短鎖脂肪酸もそうですよね。で、菌の種類そのものも非常に大事なんですが、まあ、これからの我々の課題だと思うんですが、最近の持つ酵素活性や生成物質が脳の情報と運営やり取りは重要ということですので、なので、酵素活性を測ったりとか生成物質の、量を測ったりとかっていう、研究が今後、我々にとっても重要な課題になるのかなというふうに思っています。で、まあ、もう簡単ですけどまとめです。自閉症に対する UBFMT を今回経験しました。便通異常が改善するとともに衝動性が改善したり指示が通りやすくなるといった自閉症状の改善も認めた。腸内の上皮細胞や免疫細胞は主に迷走神経を介して中枢神経系と相互的に、情報のやり取りを行っているが、この相互作用に腸内細菌が関わっており、腸内細菌層のビダリティスバイオシスは自閉症の症状に大きく関連しているものと推察される。認知機能に関しては今回大きく改善は認められなかったが、腸内フローラの変化から考察すると今後時間をかけて変化することも
期待できるため、今後注意深く観察しながら、まあ、ご両親ともよく話しながら必要であれば追加移植も検討していきたいと思っています。以上簡単ですけど、将来報告です。